ほとんど食らってないのでそのまま行っちゃいますか。オリジンツリーに登る。あ、任務完了になった。鳥さんが迎えに来てくれました。行くよ。はい、鳥に乗りたい。この首のあたりとか妙に生々しいよね。この筋とかね。はい、乗せてください。弾深いのかな。おお、ナイスシスターの船だ。ダッセライトセーバー使ってるの、ナイツシスター。あれぐるんぐるん回るやつだろうけど、あんまかっこよくないよね。よし、殺すかお前。素早いじゃないか。あたしだって避けるさ。やっぱ止めて。ああ、あぶね。あんま強くないの。クズとして悪くない。ジェダイとしてはどっちも同じさ。雑魚のくせにダブルブレードにしたからって強くなるわけじゃねえぞ。俺このまんまでいくぞ。ああ、この体当たり強い。確か強かった。あんなにぐるんぐるん回すのってあんまかっこよくないよね。ほら、これで弾いて食らう。はい、最高の音がすると思わないか。アップだ。止めて。強くないな、全然。あぶね。待ってやるよ。かすり傷だよ。このね、体当たりがね、やたら強いんすよ。いつでも来な。あ、間違えた。あっぶね。後ろ向きなのよ。あ、やはり。あっぶね。あ、上飛び越えられるんだ。あ、抜けたことしてんのこいつ。いやー、行って食らっちゃった一回。スキムを投げろ。止めて、ぶった切る。最大で当てられる回数2回だ。
これはジャンプしてかわす。戻ってきな。かすり傷だよ。強くないですなこの人。まあ簡単モードだからっていうのもあるけど。体でかいだけだったな。おお右で飛ばした。かっこいい。終わりだ。このパダワン強いな。右手どうなってんだあのスクリ。危機はなんてもんはないのさ。一度すべてを失っている。腕くらいどうでもいい。おお、エピソード8みたいなことしようとしてる。でも今は違う。あんたもそろそろ諦めたらどうなの。分かってる。これからあれまだ戦うんだ。どう思う。そして手足や友を失うのよ。そんなことさせはしない。警告は誰にも止められやしない。俺が止める。いい。どっかこれナイスシスター生きてると思います。死んでると思いますよ皆さん。このあと彼女が登場することはありません。多分木から落っこちて死んだのかな。絶対後でね右手直してね復活してくると思ったんですけど。早く戻ろう。シアとグリースが待ってる。うん、全然強くなかったな。一周目もイージーモードではあったんですけど、それなりに苦戦したんですよ。お、戻ってきた。よし、それじゃあ船に戻りますか。帰りましょう。なんか変な敵いなかったっけ。いたいた、やっぱいた。なんか、ない、ヘラ円柱人。なんだこいつら。まあ落としちゃうか。お前死ねえ。お前死ねえ。ほら。君は寄せて、ほれ。ホースプルとホースプッシュで一瞬だったね。もう死んじまえ、俺のやつら。なんなんだ、俺の道を邪魔して。一周目だったらまともにちゃんと戦ってたところですけど、今みたいにね、ホースプッシュとかホースプルでね、まああっさりやれちゃうので、経験値も上見ると結構美味しいですから、あんな風に倒しちゃってください。それじゃあ船に戻りましょう。着くぞ。あー、マンティスだ。帰ってきました。一周目はキャッシー君もね、もう帰り道すごい迷ったんですけど。お、ただいま。彼はダソミアに宝物庫の鍵がある。ちゃんとムービーで上着が変わってる。ああ、けどひどい状況だ。帝国軍だらけ。この食い物なんだ。なんか青いシャーベットみたいな。セカンドシスターはまたそのうち追ってくるはずだ。ナインスシスターは倒した。ちょっとどうやってる。このずっと塩だか胡椒だかなんだか知んないけど、ずっとかけてんだよね。もう様子見てる感じが。私は帝国に捕まった時抵抗したわ。話すくらいなら死を選ぶと誓ったけれど、黒い男がやってきた。死をかけすぎだよ。彼は私が知る。もうずっと気になってね。恐ろしく今あんまり話聞きかな。このシアさんの話も面白くないから、もうずっと死をばっか見ちゃうな。ドリラを撃ったのよ。この食べ物とね。そしてどれだけ望んでももう元には戻せない。
この青いのは炭水化物かな。ホロクロンの子供たちならまだ救えるわ。ぐっちゃぐちゃのオートミールみたいなやつとなんかお肉かな。誰だろうと尋問官に変えられるとそう言っていた。けどあなたは同じことをされても。スターウォーズの食べ物ってそうならなかった。なんだっけな、エピソード4最初の作品とかのなんか青い飲み物を飲んでたし、オーウェン・ラークさんだっけ、名前忘れちゃった。エピソード7の食べ物も青かった気がするな、あのパンが。そしたら船に戻ってきたので、今日はここら辺にしておきましょう。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。